はい、今回はですね、ゲームの内容ではなくて、ちょっと雑談と言いますかね、4月8日、非常事態宣言が出されまして、まあ、私が住んでいるところが、この非常事態宣言の7都府県の中に含まれちゃってるんですね。で、まあ、4月8日に、まあ、いろんなところを回りまして、自粛要請が出ているところですね。そこがどうなっているかどうか、ちょっと見てきたんですよ。で、実際にですね、ゲームセンターは閉まっていました。5月の6日まで休業ということで、張り紙がしてありました。そして、カラオケ店も、やはり、同様の措置を取られています。学習塾は開いてはいましたが、生徒さんの姿は見えませんでしたね。で、あと、自粛要請は入ってなかったんですけども、ショッピングセンターは食品部門だけを残して閉まっていました。まあ、いろんなところに影響が出てるんだなっていうのを実感しましたが、その中でも、ちょっと驚いたのが、パチンコ屋ですね。歩いて数分のところに2軒あるんですけども、1軒はですね、まあ、今回の非常事態宣言を受けて、当分の間、休業いたしますという張り紙がありました。ただもう一軒は元気に営業していました。で、そのお店の掲出物には、当店では10分ごとに室内というか店内の空気の入れ替えをできるようなシステムがありますとかって書かれているんですけども、いわゆる政府が言っている3密を避けてほしいという、それが全く守られてないような状況なんですね。まあ、パチンコ屋ですから、まあ、隣の人との、こう、距離というか、こう、空間ですね。が、2メートルも離れてないんですよね。よくて、1メートル。まあ、ほとんど肩をすり合わせるような感じですね。いくら仕切られているとはいえ、ね、無駄じゃないですか。そしてまたそこに、お客さんいるんですよね。まあ、さすがに人は少ないですけど、ね、この非常事態に何をやってるんだと。言いたくなりましたけど。で、一応、ツイッターの方にもですね、そのお店の名前の写真を載せて、まあ、投稿したわけなんですけどね。あ、この場合はもう、名前を隠さなくてもいいかなと思ったわけです。まあ私も全然パチンコをやらないというわけではないので、何とも言えないんですけども、こういう場合っていうのはやっぱりお店側の方が自主的にですね、やはり要請を受けて休業するべきではないかなと個人的には思います。で、あと、政府ですね。政府の緊急支援っていうんですか？現金給付とかって何とか言ってますけども、結局、システムがよくわかんないですよね。報道や、まあ、他の YouTuber の方が出るのを見たりするとですね、七面倒くさい。そして、働いてて収入が激減したという証明がなければ受け取れない。申請ができない。というよくわかんないシステムというのがありますね。で、こんなのでいいのかなって思うんですけどね。まあ、こんなのがね、まあ、今回の場合の給付の場合は、申請っていうこともありますので、申請して、審査が通らなければダメだと思うんですよね。申請したら、その時点で、はい、OK ですって、ハンコをポンと押してくれるような感じじゃないと思うんですよね。そうなると、緊急性があるにもかかわらず、1ヶ月や2ヶ月とか、待たされる可能性があるわけですよ。そうなると、死活問題、というかもう、今現在で死活問題になっている方がいらっしゃると思うんですけども、そういう方たちにはどうすればいいのか。結局、通るべき道は一つしかなくなりますよね。サラリーマン金融、サラ金、消費者金融ですか、今で言うと。に手を出さざるを得なくなるんじゃないかなって思うわけですね。銀行なんて融資は、そういう形はしてくれないでしょうし、かといって、ね、社会福祉協議会でしたっけ？そこでの、ね、貸し付けも結局審査には1ヶ月や2ヶ月かかりますからね。そこもまあ、利子は取りますし、利子取ったかな？まあとにかく、今回の政府の発表は、まあこの、緊急の、こう、支援としてはどうなってるのっていう感じですよね。
まあ政府としては多分お金を出したくないんでしょうけどね。そんな風に邪推にしちゃいますけどね。まあとにかくあと1ヶ月ですか。最低でも5月6日まではあの緊急事態宣言が出されてますので、不要不急な外出とかは控えた方がいいかなと思うんですよね。で、あと物流とかが動いているのであれば買いだめとかはしない方がいいと思いますね。すいません、なんか取り留めのない話になっちゃってしまって、今回はちょっとここまでにしたいと思います。また何か言いたいことができましたら、こんな風な形で届けしたいと思っております。それでは失礼いたします。